はい、こんにちは、井上です。今日もですね、動画を見ていただいてありがとうございます。今日のテーマはですね、あのですね、果物のドリアンがですね、すごい効果があるんではないかというですね、論文があったので、シェアさせていただこうかなと思います。これはですね、まあ、ドリアンって皆さん、あの、臭い匂いのやつ知ってると思うんですけれども、あれってまあ、果物を食べたことある方とか、食べたことない方もいると思うんですけれども、そのですね、果物のドリアンがですね、非常に、まあ、体だったりとか、あとはですね、不妊症の治療だったりに役立つんじゃないかというですね、論文があったので、そちらをですね、シェアさせていただきますけれども、あなたもですね、このドリアンってなかなかですね、スーパーに売ってないと思いませんか？なかなかですね、自分もですね、見たことないんですけれども、ぜひですね、まあ、近くでちょっと探してみてください。あの高級店みたいな高級のスーパーだったりに、売ってるという情報がですね得たので、まあお近くのですねちょっと高めのスーパーにですね行ってもらうとドリアン売ってると思うので、ぜひですねちょっと、探してみてください。でですね、このドリアンがですね何に効くかというと、先ほど言ったように不妊症なんですけれども、不妊症の中でもですね、この疾患 PCOS という疾患ですね、多嚢胞性卵巣症候群ですね、簡単に言うとですね、多嚢性卵巣症候群というのはですね、卵巣でですね男性ホルモンがですね多く作られることによって、排卵がですねうまくいかなくなってしまう症候群なんですね。なので、そうなってくるとですね当然、卵子がですね出てこなくなってしまうので、排卵がですねうまく行われることがなくなってきてしまってですね、まあ不妊につながるということですね。日本人で言うとですね、日本人の女性のですね20から30人に1人は、このですねPCOS になってるっていうデータもあります。で、非常にですね、まあこの20人から30人になってくると、まあ非常に多いかなと思います。で、そうなってきた時にですね、このドリアンっていうのがですね食べることによって非常にですね、いいのではないかという研究ですね。まあドリアンを食べることによって、この栄養素ですね、ドリアンに含まれる栄養素がですね非常にいいんじゃないかということですね。で、この PCOS になってしまう、なってる方っていうのは、どうしてもですね、インシュリンをですね、この抵抗性が低くなってしまうんですね。なので、インシュリン自体、例えば、膵臓で作られて、まあ、こう、血糖をですね、この前後、上下ですね、上がったものを下げるっていうのがインシュリンの役割ですけども、それがですね、なかなかうまくできなくなってですね、肥満になったりとかですね、あとは先ほど言ったように男性ホルモンの関係でですね、多毛症になったりとか、まあ、毛がですね、いっぱい生えてしまったりとか、月経不全になったりとか、いろいろ出てきます。で、そこをですね、抑えるためにですね、補助食品として、このドリアンの成分が使えるということですね。で、このドリアンの中にどういう栄養素があるかというと、飽和脂肪酸だったりとか、不飽和脂肪酸ですね。あとはですね、ビタミン E、ビタミン B1 ですね、ビタミン C が豊富に含まれています。で、自分が注目したのはですね、ビタミン E ですね。E の中にですね、多くの、まあ、不妊症の方はですね、ビタミン D だったりとか E だったりっていうのを、こう、摂取することによってですね、こういうバランスが逸れてくるっていう、論文もありますんで、そういうところなのかなと思います。あとですね、不飽和脂肪酸ですね。こっちもですね、まあ、不妊の、論文をよくですね、観察してみるとですね、こういう言葉も出てきます。なのでですね、この辺が多くですね、こう含まれることによって、こういうですね、PCOS ですね、多嚢胞性、卵巣症候群ですね、そういうのにも効果があるんじゃないかなという、論文がありましたので、ぜひですね、この、病院に行ってですね、こういう症状ですと、この症候群の名前をですね、言われた方はですね、諦めずに、まあ、お近くでですね、ドリアンを買ってですね、爆食いしてみてはいかがでしょうかね、という話ですね。まあ、効果がですね、あるかないかっていうのは、まあ、お医者さんと相談しながらですね、やってもらえればと思いますけれども、あくまでもですね、ドリアンっていうのは補助
剤としてですね、使うので、そっちはですね、病院の治療は治療でやってもらって、プラスアルファでですね、食生活だったりとかバランスを整えて、やっていくことによってですね、こういう症状っていうのも取れてきます。で、他の動画でも説明していますけれども、食事自体だったりっていうのも、野菜中心だったり、果物中心っていうのを、穀物とかですね、そういう中心の食事に変えることによって、卵子だったりとか卵巣だったり、いろんな部分の、細胞器官がですね、元気になってきますんで、ぜひですね、肉食だと思うんですよ、今。普段の生活だったり、ファーストフードだったりとか、肉食に変わってきている文化になってくるんで、そっちをですね、やめて、野菜だったり、果物だったりですね、穀物類ですね、和の食材っていうのを取ってもらうっていうのは大切になってきますかな、きますんで、ぜひですね、ちょっとその辺も、参考にですね、していただければと思います。今日はですね、こんなところで、論文をですね、紹介させてもらいました。で、またですね、おすすめの本、っていうのを下の説明欄とコメント欄に載せていますので、ぜひですね、参考にしてみてください。またですね、コメントいただければと思います。何かですね、こういうことをやってほしいとかですね、こういう疾患どうですかっていうお話をですね、コメント欄から受け付けてますので、ぜひですね、コメントいただければと思います。はい、それでは次回も、今日はですね、真面目というかフラットな状態でお送りさせてもらったんですけれども、次回もですね、動画でお会いしましょう。では、また。